間抜けですもんね。だから僕うちでバカ野党って言ってんで、ね、はい、バカ野党って言ったらね、産経新聞でされそのバカはダメだっていうことになってね、なるほど、変えさせられてるんですけどね、はい、これですよ、それで、ね、これね本当はねバカ野党の象徴、これ後で言いますけどね、はい、猪木道義って国民党の議員がいる、はい、これ本当にダメ野党の象徴なんだよ、はい、象徴的な男、これね、ここまでねバカ野党と朝日新聞で書いてある、はいはい、バカがダメだった産経が、バカでしょと。でも単細胞のきつい気がしますけどね、単細胞野党って、これはねうちのね営業部のね女性が考えたらしいんで、はい、これいいなと思ってすぐ採用しました。単細胞 OK なんだ。単細胞いい、はい、ダメやと思うんです、はいはい、でバカがダメ、アホはいいのかって言ったら、はい、アホもダメですって僕は日本 の、 そのテレビ新聞 の、うん、言葉の規制が、うん、日本人をバカにしてると思うんですよね、逆に。どういうことを言ってる、いや、やっぱそのバカ言っちゃいけないとか、うん、差別用語に対する規制っていうのが、うんうんうん、すごく言論の自由をなくして、うん、柔軟性がなくなっていってるんじゃないかなと、ね、僕は週刊文春にもう20年前ですけど、週刊文春の編集長をしてた時に、はい、差別語を、はい、批判するキャンペーンずっとやったんですよ、はいはいはい、それはもちろんそのなんていうか使っちゃいけない言葉もあるでしょう、はい、時と場合によって、はい、だけどその何でもかんでもね、うん、例えばそのブラック解放同盟をおもんぱかって忖度してですね、はい、そういうことを変えちゃうと、はい、例えば僕がその、高齢の時にそのゲラを読ん で、うん、で高越の人も読むじゃないですか、はい、と高越の人がね全部こう鉛筆つけてくるわけ、はい、ここ危ないんじゃないかっていうのを、はい、ね、それがたくさんついてくるわけ、うん、俺全部消してたんだよ、いいんだとこれは、はい、ね、それはそういうこ、いや、いいんだから別に、はいはいはい、全部消してましたよ、うん、ほとんど、はい、それはその表現を貧しくするじゃない、そうです、そうです、言葉を、そうです、だから嫌なんだよ俺、はいはい、だからもちろんその相手にその使っていけない言葉とかね、はい、時と場合によって使っていけない言葉ってあります、それは、はい、それはそれでも何でもかんでも、うん、書けばいいっていうわけじゃないけど、はい、でもあまりにそのおもんぱかり忖度が過ぎるから、はい、これはもういいんじゃないのと、まあ高越部っていうのはそういう仕事だからね、はい、それ鉛筆でつけてくるにはいいんですよ、はいはい、それは俺もあそうかなと思うことももちろんあるわけだから、はいはいはい、だけどほとんど消しましたね、はい、で言葉が日本語が貧しくなるもん、はい、